お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですね、なんと世界一度をねやっていきたいと思います。まあ今日からこの世界一度というものを、まあ、始めていくんですけども、まあ説明しますと、ただただ世界一を目指す企画です非常にねシンプルです。それ以外のルールは何もございません。前にね KK が配信か、まあ、YouTube か分かんないですけど、まあ、そんな感じのね企画してたかなとも思うんですけど、まあはい、まあ、同じようなやつですね、やっていきます。まあ今シーズンなんとロングシーズンなんですよ。まあ、久々のねロングシーズンというわけで、まあ、8000はもちろん出ますし、結構ねトロフィーも伸びると思うので、まあ、最多更新だったり、まあ、ベスト順位を目指すのはもちろんやっぱね、しっかりこうマルチ上位、できるだけキープしていきたいなという思いもあり、この企画をねやろうかなと思いました。まあ、なので、まあ、最低でも、まあ、別にシーズン序盤でもいいので、別にね、世界一位にはいく、まあ、残り30日もあるので、まあ、世界一は一度はね絶対取ります。はい、まずフィニッシュでね取れるのが一番いいんですけど、まあ、序盤でもその途中でもいいので、まあ、1回でも、はい、取るというのは、まあ、最低目標というか、はい、そんな感じでやっていければなと思います。で現在ね、なんと世界20位、久々にトロフィーが上がってるんですけど、まあ、序盤っていうのもねすごいあります。でこの上位2人はなんかこうシーズンリセット時のログインしてないとかの多分バグだと思うので、まあ、現在この世界3位のサンドボックスさんが世界1位ですね。まあ、なので世界一は6541、まあ多分4勝5勝ラインで、まあ追いつけるんじゃねと思います。あー、フラッシュはやばい。このプリプリスケラだったら結構相性悪いですね。でデッキは、まあ、デッキの縛りとかも今回なしでいこうかなと思うんですけど、比較的にこのあれっすね、マジアチオールブレイカーが多くなるんじゃないかなと思います。まあ、最近僕すごいハマってるのとちょっとね自信があるので、まあ、このデッキ多くなるかなと感じですね。いやー今回、いや来たっすね、プリプリスキラっすね。これプリプリスキラマジできついんですよ、このデッキ。本当にきつすぎてガチ慣れしたいぐらいな、きついやつ引いたっすね。今まで僕多分4回ぐらい、いやもうちょい5回ぐらいこれプリプリスキラとやったことあるんですけど、1回も勝ったことないんですよ、マジでっていうぐらい鬼渋いです。鬼渋いんですけども、頑張っていこうかなと思います。さあウッド打ちつつ、まあ、何がきついかって、このプリプリの受け、プリプリの受けがきついのと、タルユキポイズンっていうところですかね。相手が僕のこうなんかタイスケラって基本的にヤリゴブリンが生きてくるんですよ。ヤリゴブリン相手は攻めトルネードとかポイズンとか打たないと、まあ、ダメージが入るっていうようなシステムなはずなんですけども、このプリプリスケラに関しては相手がこのね雪玉があるんですよ。雪玉があることによってこのヤリゴブリンに対して雪玉、ウォールブレイカーに対してタルババで、マジアチャに対してポイズンみたいな感じで、しっかりね、役割分担されて対応されちゃうんですよね。まあ、それがもうね、きつすぎるの、きつすぎるの、本当に。というわけで、いや、多分、いかれちまいそうですね。あ、一発入るな。ああ、いいな、あれ。まあ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 、ちょっとね、そんなわけで、まあ、苦しいものの、やっぱこういったね、相手に勝っていかないと世界一はなかなかいけないよと、いう感じだと思うので、まあ、射抜いていきたいけどな、いや、射抜きたいけどな、みたいな。射抜きたいけど、射抜けない、みたいな。さあ、で、ちょっとね、上は上で受けつつ、下は助けで、この雪玉がね、そう、この雪玉がばっか強えの。俺に対して。さあ、で、こちらもプリンスの受けもギリ。んやー、痛い、誘拐。いや、一発入る。最低許容してますね。いや、これ、頑張って耐えます。耐えれるか、まあ、マジアチャ低めかな。まあ、相手逆サイとかもワンチャン狙ってるかもしれないですね。さあ、で、こうマジアチャ低め置いて、この瞬間の僕もディガーですね。今回は、なんか、相手も警戒してますね。結構ね、ウォールブレーカーとかなかなか刺さりにくいので、こんな感じで結構ディガーをね、メインに削っていきます。で、このウォールブレーカーは、まあ、捨てウォールブレーカーですね。別に通す気はないウォールブレーカー。で、これもしかして雪玉かな？いや、きつい。いや、これ、
バレてないこと祈ろう。いや、でかい。マジでかい。マジでかい。いや、でも相手も、この雪玉が早いっすね。カバーが、もう、わかってる。で、ここにポイズンか。いや、これでもウォールブレイカーで。ウッドで、いや、いい感じに耐えて。いい感じに耐えて。よし、耐えてはいる。耐えてはいるんだよな。いや、犬来てー。よしよし、ポイズン使った後で、ナイト間に合う。あ、ナイト間に合わんか。いや、これナイト間に合わんかったの、渋すぎる。渋すぎる。一回防衛ですね。これ一回防衛、ちょっと高めに置いちゃっていいかな。ウッドあればぶっちゃけスケラ守れるんですよね。ウッドあればぶっちゃけ守れる。よしよしよし。で、ボムの爆破。で、ダクプリとかもいる。からのマジアチャリ抜きて。これウッド大事？うわぁ！いや、マジか。やばいやばい。いや、ワンチャン初めて勝てそうに見えるけど、絶対無理だな、これ。くっそ。マジで。いや、マジで、これきつすぎるんですよ。本当に。鬼きつい。吐きそう。本当に吐きそう。ああ、もう。いやぁ。まあ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 。初手からね。初手からこう、勝ってっちゃやっぱダメみたいなところですかね。いやー、くそ。マジ、ここ来るまで、5、6連勝ぐらいしてたんですよ。しかも、今まで僕、ラバルにマジで勝てなかったんですよ。で、今でも、ファイブザップ型のラバルには勝てないんですけど、初めてね、なんだったかな、ヤナアメザップ型のラバルに勝てたんですよ。そう、今日ね。で、いやー、もう今ね、めちゃくちゃいい流れだったんですけど、いや、プリプリスキラーマジで。これで今、でも6戦6敗ぐらい。いや、もっと負けてるかもしれない。勝ってことがない。これ、プリプリスキラー、勝ち方教えてほしいな。鬼渋いっすね。プリプリの受けと、僕の攻めの通らなさそと、相手のね、雪玉。まあ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 、マジアチャでやっぱ射抜けないとっすね。射抜いたら、もしかしたら勝てるぐらいかなと思います。さあ、サンガゴエルスピー。何のデッキでしょうか。新鋭対バルーンとか。ああ、いや、バルーンっぽいな。いや、バルーンだったらもうボムトルネで、ベリーベリーイージー。最短デッキわかんないんですけど、射抜いてきます。こんなことしてると、ワンチャンで負ける可能性もあるんですけど、いや、バカ入る。もう一発？いいね。いや、これであと守ればいいだけですからね。アイゴレ。アイゴレ？メガナイト。アイゴレメガナイト。いや、バルーンっぽいな。すげえバルーンっぽいんですよね。いや、で、ボムあんま先置きしたくないけど、これは置いてもいい気がする。ああ、しかもなんなら、これ、ボムに釣れると思うんですよね。いや、釣れねえのか。釣れねえのは、まあ、しょうがないですね。釣れないなら釣れないで、一発強要して確実にキング起動。オッケーオッケー。対バルーンはキング起動しちまえば、でかいと思うんですよね。で、この3が5結構痛いんで、守って、オッケー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 。さあ、メガナイトバルーンですね。まあ、ここを守っちまえば、こっからはもう逆に僕、キング起動してますし、結構守れるんじゃねと思いますけどね。さあ、射抜いてきまーす。射抜きすぎか？いや、さすがにバレてた。ごめんなさーい。ごめんなさーい。いや、でもこれ、ハンターが、いいね。これ、しかも、キング起動してたら届かないんじゃない？いや、届くか。やば、痛い。いや、このハンターが痛い。よしよし、まあでもさすがに勝てるんじゃね？さすがに勝てるんじゃねって言ってるとよく負けますよね、クラロワってマジで。ちょっとボムの爆破であの三角をおさらばしようかなと思います。いや、相手でも、ちょっと、いやらしいですね。よし。ふっ。これメガネと、あ、もっとこれ、早いタイミングでディガーオールブレイカーできたらちょっとよかったですね。さあ、相手がハンター。アイゴリいるのちょっと厄介だな。さあ、これボム、ちょっと内側置いちゃって、もうバルーン警戒ですね。よいしょ。いや、このディガー削りちょっとやべえ。うわ、待って、マジディガー削りやばいっすね。このディガーが、バルーンは入らないんですけど、ディガーが、やばい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 、ちょっとだけ怖くなってきたよ。ちょっとだけね。いや、これディガー、ワンチャンメガナイトで踏まれても、このディガーがね。よし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 。いいいい。あ、もうなんでマジで射抜いたの？バカバカバカ。いや、これなんだろ？え、なんならこれ射抜いて、
居抜いて、もう綺麗に終わらしちゃおうぜ。雪玉使ったね、君。もうディーガー飛ばしてからの、ボム置いて、オッケー、取るね。オッケー、オッケー、いい。いや、今、たまたまいい取るになったね。タワー相手71で、トルネだけだと落ちなかったんですけど、アイゴレ引っ張ったんですよ。アイゴレ引っ張ってディガが殴ったのかな。よし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 。いや、トロは26引かれて、まあ、26増えてる。まあ、トントンかなと。いや、世界一な、なんか、なんだかんだ、当分行ってない気がするっすね。シーズンフィニッシャーもちろんないんですけど、シーズン序盤とか中盤も、なんかあんまこう、ここ最近すごい行ってないとか、動画外で多分行ってないんですよ、間違いなく。動画外で行ってたら、動画にしてると思うので、外分動画にしてないなと思って、動画に残したいですね。定期的に、世界一来ました。定期的にね、残せるといいなと思って、そろそろね、本当にね、最近上位取りたいって言って、全然こう、いつも120、130、140、100位とか、いつもこう同じような順位だったので、ちょっとね、数やりつつ、上位をね、こう、常に味わっとかないと。というわけで。よし。いや、神相性来ねえかな。今みたいな感じのバルーン来ると、美味しいというか、まあ、高回転のバルーンは美味しいですよね。今みたいななんかメガナイトプラスのディガーとかいると、意外とこの時ディガー受けがね、きつい感じなので、まあ、若干怖かったんですけど。まあ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 、そんな感じでね。この、アリーナもね、めっちゃ風船飛んでるんでね。これぐらいバルーン振ってこねえかな。振ってきたら神相性。さあ、うわ、出た！皆さん、全シーズン世界一位です。この、ビッパー、ホグファルチェデッキですね。ホグファルチェで全シーズン世界一位のプレイヤーです。お、でも違う！デッキ変えてる。うわぁ。クエイクホグかな？もしかしたら。ん？ランバ？いや、わかんないですね。いや、ホグかな？とりあえず、まあ、全シーズン世界一位のプレイヤーです。あ、これ最悪だ。何が最悪かって、ボムタワーがなかった。ボムタワーあればマジでノーダメで緊急度できてたんですけど、ボムがないっていう。あ、ボーラー入り？あ、出た！フリーズ、メガゴかな？あとメガゴフリーズの、トルネはない、タルババだったかな？なんかトルネない気がするんですよね。いやー、マジかー。ちょっとディーガーにしよう。やりゴブで受けるのちょっとひよったな。やりゴブ読み。やば！まあ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 。さすがね。全シーズン1位と。いやー、シーズン1位取ってる男はやっぱ乗ってますね。かっこいいよなー。世界1位。いや、僕この一発、バルーンの一発分で負けるかもしれないっすね。ふーし。まあフリーズだと思うので、まあ僕のマジアチャが無双するのは間違いないっすね。いや、一発アイルでいけー。これしかも、うわ、やばい。いや、うわ、やばい。いや、めっちゃいいタイミングでフリーズされた。これちょっとメガゴっすね。よし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 。いや、メガゴ、絶対メガゴだった。で、まあ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 、いやー、タイミングでフリーズ来るか。読めねえな、あれは。ちょっとここ、できるだけ今攻めて、ボム回そう。これ、ウッドじゃなくて、樽なんで、入りそう。あ、雪か。樽雪かな。いや、でかい。よしよしよし。いや、今の、ああいうね、隙を突かれるのをちょっと気をつけたいですね。ボム取るねで、できるだけ徹底したい。で、端前プレッシャーかけて。よし。ここでフリーズ打たれるとやだな。もうこれしっかりね、爆破ダメージをね、入れないようにね。もうウッドのダメージ入れつつかな。削りで。うい。いや、フリーズ怖え、これ。うわ、これボーラーで削ろうとしてますね。今見ました。ボーラーで削ろうとしてる。池田ば？フリーズ。いや、待って、うまい。え、さすがにうまい。あ、待って、やばい。これ、フリーズされる。やばい、待って、やばい。あ、待って。いや、これは噛み合いしすぎる。あ
待って待って待って、俺マジ今ごめんなさい、脳裏に変なこと考えてた。世界一倒しましたみたいな、うわそんなサムネできるなとか、うわ思ってたのに。ぜひ、いやしかも神相性だったよなこれ。いやこれ負けるのはやばい、マジか。いやマジか、いやなんてかな、いやさすがに、いやマジこれ負けるはやばいっすね、マジやばいっす、これ負けるはやばいんすけど。ボーラーメガゴか、いや生き玉早かったよな。いやちょっと待って、今負けるのは悔しすぎる。いや前期世界一っすね、一応これ見たらわかるんですけど、いや悔しいな、悔しいな。いや別人、いやさすがに同一人物だと思いますね、さすがに同一人物。けど今別人なのかな、お別人だったらめっちゃ恥ずかしいけどな。なんかこのバルーンを使ってる人もいるんですよ、このバルーンを使ってる人もいるんですけど、多分同一人物違ったら恥ずかしいからもうあんま言わま、いや悔しいな、マジで悔しい。今のはね勝ち試合、勝ったーとか言ってたらクソ恥ずかしい負け方したな。いやマジか、不意打ちフリーズと、まあ、このボーラー攻め、なんかうまい感じにやられちゃいました。よし、うわ出た、そのうまい人がやるような、なんかすごいすごいエッチなディガー、エッチディガーっすね。まあ、でもやばい、ふっ、オッケー、にょー、いてー、うわーこれこれやばいっす、やめてくれ。相手のデッキが親衛隊がいると僕は終わります。これ親衛隊ムートディガーはね、またホグファルチ理論で勝ったことないん、ホグファルチでね、あれ理論で勝ったことがないやつなんですけど、まあ、違ったらいいな、ナイト型とかだったらいいな。だからムートとディガーがきついんですよね。そう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 。まあ、死にたいじゃないこと祈りたいですね。ちょっと、おい、入ってる入ってる入ってる。なんかたまたま入ってる。たまたま入ってんの。いいね。いいねいいねいいね。いや、このハンターちょっと許容しながらやりごぶでいいかな。よし。で、相手多分ディガーいるっすよね。ディガーをだから、ちょっと待って。いろいろ迷った。うわ、待って、最悪だ。そんな無駄なダメージを負うんじゃねえよ、俺。悩んだっすね。キングキとか、いろいろ悩んで、なっちゃった。さあ、これはどう守る？支援隊サイト。ファイボ？ファイボ使った。まあ、ファイボ使ったら、いや、全然あるっすね。ごめんなさい、ごめんなさい。プレイが今、なよなよしてる。マジで。本当に、なよってるプレイが。やめろ。そんななよなよプレイしてると負けるんだぞ。よしよし、ディガー徹底して抑えて、ワンチャン入んねえのかな、たまたま。たまたま入んねえか。たまたま入るもんじゃねえんだよな、クラロワって。やっぱ、たまたま通ったんじゃダメなんだよな。もう釣れ。よし。よし。さあ、からのムートの受けもいるっすもんね。おー、ボムに使う。さあ、これ、金起動していいな。で、ボム置いて、いや、いい、流れはいい、流れはいい、流れはいい。流れはいい。ボムで受ける。しかも、なんなら壊れて。あ、戻ってくる。いや、いいね。いいね、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 いいね。いや全然あるな。いやマジで全然ある。からのマジ打ち出して、いやこれファイブ打たれるか。ファイブ、こんにちは。ファイブ打ってこない、ファイブ打ってこない。あー、そのファイブうまい。さすがにファイブがうまい。これ親衛隊ちょっと痛いな。よしよし、ボム。いやこれディガーつなげていいな。いやいけるいけるいける、マジでトロ上げてんだよ、こっちは。トロ上げしてんだよ。負けるわけにはいけねえんだよ。負けたらトロ下げになっちまうんだよ。よいしょ。積極的に攻めて。これ、巻いて絶対嫌だけどな。うわ、入ってる。
これちょっとこっち側に出してこっちにファイブを使わせてみたいな。うわすげえ、なんか全然違う、俺の思ってたの違う。いやでも、いやちょっとやばい。いや、いい。からの、どっちをどう攻めるか。どっちをどう攻めるかで、やりこぶ入る。いや、でかい。いや、しかも、なんなら間違っちゃう。いや、相手ちょっとうめえ、それは。耐える。いや、マジだろ。俺勝つ。俺マジで、このデッキ今まで勝ったことないんですよ。本当に冗談抜きで。冗談抜きで勝ったことなくて、今回初めて今勝てそうなんですよね。勝てそうって言ったらやばいけど、落ち着いて丁寧に守ればある。よし、いやマジで来た。いや D が拾われるとやばい。あ、マジでちゃう。拾って俺が拾えばいい。来た。オッケー。いやでけえこれ、本当にいつも負けるんすよ。いやー、勝って負けての繰り返しだな。ラスティングいきますか。全然世界一変わんねえな。さっき何に負けたっけ。あー、プリプリスキルと忘れたな。あれか、前期ナンバーワン。悔しいですけど、まあ、ちょっとこんな感じでね。なんかマルチ動画上げてた時もあったんですけど、てかまあたまに上げるんですけど、結構ねグラチャラ行くこととかもあるので、こうやっぱちょっとね、いつもより負け試合が若干ね多くなるかもしれません、かもしれないんですけど、ちょっとマルチ上位でね、集中して、はい、本気でやってるところも結構ね、まあ、いつもより多めに、まあロングシーズンっていうのもやっぱあるんでね、はい、上げれればいいかなと思います。よし、さあ待って、よろしく。絶対違うから、まあ、とりあえず一生ディガーで攻めていく。いやーこれロイだな。いやーいいハンターだ、良すぎるハンターだな。さすがにそれはファイバーかな。いやロイは勝てます、全然余裕ですね、余裕で勝てます。やばい、これ俺の延命が下手だった。LSP? うん。よし。ロイですね。ゴーストじゃないロイならいいな。ゴーストはね、ちょっと苦手なんです。ん?今日ロイ?まあ、ロイか。さあ、キョスケロイ J ですね。まあ、キョスケロイ J も、まあ、言うて、戦えますからね。ちょっとこの、ボムを一応よし、ちょっと無言になってんな。これトルネード下げて、オッケーで、ウッドかな、ちょっとウッドが早いかな。まあ一発で、これマジアチャ一応タルババで処されちゃうんで、まあ、一回ステイでいいかな。そうですね。でまあここをこう攻めて、あ、反対読みディガーでもよかったかもしれないな。あ、でもこれ、あ、いい LSP。 いやー、いい LSP すぎる。さあ、あ、でもこれはね、いやー、クエイクが痛い、やばい、今のでマジ打ちいかれるわ、想定外すぎる。いやこれ勝てばでも10台に行くわけですから、ここで負けるのはダメですね。クエイク相手のボムは今みたいに高めか直当てでボムバック生かすかですね。で僕はこれちょっとどうなんだろう、行っていいのかな。ちょ、相手早いっすね、相手バカ早い、対応がやばくないですか。もうザッピー一瞬で出てくる、秒すぎるんだけど。いやその攻め方嫌だな、このキョスケで一生攻めてくるのは厄介ですね。なんかよし、やばい、
一発、いやでもダメージ結構僕も入ってるんですよね。いや、なんか入る、来た、でかい、爆弾やろ、ナイス。よしよし、で、ここ延命して、で、ここにタル使ったら相手はね、ウォールブレーカー止まんないので、しかも今なんだこのマジで届かないんですよね、位置が。いいね。で、これ延命できる。延命してからの、え、来た、からの、これハンター、あ、ハンターそこに使った？これ止まんないんだよね。いや、止まるんかい。で、ここは一回もう一回ステイして、オッケーオッケー、次のマジアチですね。ちょっとハンター向けたくないですよね。よしよし。で、これ、ハンターだと思うんだけどな。ナイス嬉しいよ。嬉しい。今のはナイスすぎる。さあ、ここワンパンされなければ大丈夫な世界。っていう時って結構ワンパンされますよね。マジでワンパンされなければ大丈夫な世界の時ほどワンパンされることね。よしよしよし、こうボムの爆破はやっぱ生かすの大事なんですよね。からのここでこう攻めちゃう。なんならウッドも添えてあげて。よしよし、いや、いいね、気づいたら爆弾頑張ってる。よし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 、グッドゲームですね。いや、マジで最近仕上がってるんですけど、こう負けるのがね、今日2回も負けちゃいましたからね。まあ、そういったわけで、まあ、ちょっと今日の終了はね、まあ、17位、まあ、かっこ15位というわけで、まあ、こんな感じでね、ジョイマルチ、今後もね、やっていきます。世界一、何回取れるかな ?3 回ぐらい取れたらもう最高ですけど、1回も取れない可能性もあるので、ちょっとまあ、頑張れたらいいかなと思います。というわけで、よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。